機動戦士ガンダムのですね、企画のベースにはですね、実は宇宙戦艦ヤマトがありました。えー、ついさっき出てきました。はい、えー、虫プロでのですね、倒産の時に立ち会ったとも言われ、虫プロを倒産させたとも言われるですね、もうよく正体のわからないヌエのようなですね、アニメ業界のですね、大表会西崎義則ですね。えー、この人がですね、 の『呪戦艦ヤマト』で、まあ、本当に、えー、アニメの歴史上です、ね、例を見ないほどの大ヒットを出しちゃったのがです、ねえー「機動戦士ガンダム」のきっかけなんですね。で何かっていうとです、ね、サンライズのです、ね、山浦さんっていう社後に社長になる方はです、ね、当時ヤマトの制作会社だったオフィスアカデミーからです、ね、あの極秘の資料というのを見せてもらったんですね。でその極秘の資料によると「ヤマトの」っていうのは何で成立してるのかっていうとあの一,部の一部の熱狂的なファンを相手にした商売だと。 つまりアニメっていうのは子供が見るもんだから子供に分かりやすくしなければいけないではなくてその子供たちの中で実はお金を使うう層いうのは熱狂的な一部の人たちだけだけなので全ての子供たちにターゲットを合わせるのではなくてコアユーザーにターゲットを合わせようというです、ね、今の僕らの考え方ですよね今のマーケティングと全く同じことをですね1970年代の半ばにオフィスアカデミー宇宙戦艦ヤマトはやってたんですよね。 それを、そのレポートを見た山浦さんサンライズの後に社長はですねびっくりしてじゃあ俺たちも同じじゃないかとこれまではずっとそのザンボット3に至るまでずっとおもちゃ屋さんの言いなりスポンサーの言いなりで局の言いなりで子どもたちのものって言われたんだけども実はこれから先はその子どもたちっていうのはもうすでにですね人口爆発の時代は終わってたんですね。1970年代ののの半ばっていうのは、日本の人口が、 どどんどん伸実は今あの今どころになってですね日本というのはこれから減少減するとか若者が減るというふうに言われてたんですけども人口学者にしても何にしてもです、ね、人口爆発といったのは1973年4年まででその後、日本の人口は2000年以降緩やかに減るというのを予言してたんです。ではそのような時代これから子どもたちがじわじわと減っていく時代に子どもたちだ,だけをターゲットにしてアニメをしていてもですね 意味がないっていう,ふうに、サンライズの山田さんは考えたわけですね。なので、ハイティーンと言われるですね30万人から40万人いるもう中学生とか高校生を相手にアニメーションを作ろうとそれでファンをつかめばそれだけで十分ビジネスになるというふうに考えました。でそこでですね「機動戦士ガンダム」はですねまだガンダムという名前じゃないんですけど宇宙戦艦ヤマトと同じく中学生高校生をターゲットにした作品を作りしました。で これやっっぱり、ね、大和の成功がすすごかったんですよ。宇宙戦艦ヤマトはテレビ版のヤマト劇場版のヤマトさらば宇宙戦艦ヤマトヤマトよとわにというので大儲けしますでまあ最後ですね完結編でまあちょっとしょぼい終わり方しちゃったんですけどもプロデューサーの西崎さんどれぐらい儲かったかっていうとですね完結編のプロモートでですねヤマトの完結編のプロモートでですね当時の,もあの東京ドームですね東京ドームまだないんですけど後楽園球場5万人入ります。そこに 日本中からヤマトファンを無料で招待してですね、一人2000円ともですね、5000円とも言われるグッズをですね、全員にお土産で配ろうとしてたんですね。で、それぐらい儲かってたんですよで西崎さんは、いや、そのイベントが10回ぐらいできると言ってたそうなんですけど、<laughs> まあ、5万人に一人2000円のグッズを渡したらもうそれで1億かかるんですけど、それをですね、10回できるぐらいの余剰の資産があったんですよ。で、 あのそれぐらいヤマトが儲かっていたからこそです、ねえー、機動戦士ガンダムのです、ね、企画もです、ね、ハイティンターゲットというふうなことで進行してましたただしこれは後にです、ねえー、やっぱりそれでもスポンサーになってくれるところがクローバーというです、ね、子供向けのおもちゃを作ってる会社だったので大難航しますじゃあなんでそんな子供向けのおもちゃを作ってるところがスポンサーになったのか最初から例えばバンダイにしろポピーにしろですねポピーというのはバンダイの子会社ですねもう少し クローバーよりはターゲットが上目のおもちゃ会社をスポンサーにしてても良かったんですけどもここでまあ思い通りにならなかったのがですねサンライズを作った時に2つの会社を作ったと言いました一つが有限会社サンライズもう一つが総通です。こののいうのがです、ね、 テレ,ビあのテレビ番組を売り込むための広告代理店会社なんですけどこの総通の意向が強かったんですね。サンライズは後にですね「総通エージェンシー」とですねまあなんか時々本当に殴り合いになるような大喧嘩をしながらですね「ガンダム」の売り方をやっていくんですけどもこの「機動戦士ガンダム」の最初の時はですね最後の最後まで総通側はいやアニメは子どものもんだという立場を崩さなかったんですね。なので バンダイが入ってくることを極端に嫌ってそれはどんな理由があったのか大人の事情があったのかは知りませんのでクローバーに子供向けのおもちゃだけを売らせようとして結果としてですね放送後にガンダムが放送して打ち切られた後にバンダイからプラモデルが出てでバンダイは大儲けするでその大儲けの金をですね富野さんもサンライズも 儲け損ねてしまって儲け損ねてというかまあ後になったら入ってくるんですけどもとりあえず何もやりたかったガンダムを善は作ることができなかったというのは、こういう大人の事情ボタンのかけ違いもあったんですね。